昨日午後8時20分ごろ石狩市の海水浴場あそビーチで浜辺を歩いていた父親と娘が車にはねられました父親は足などの骨を折る重傷で娘も軽いけがをしましたはねられた現場から数十メートル先の砂浜に横転した軽乗用車が放置されていましたが運転手の姿はありませんでした警察は運転手の行方を追うとともに 引き逃げ事件の可能性があると見て捜査しています。